ヒデさん、どこです、今日あるのはこちらですね。マックス充電式鉄筋結束機の RB442T ということで、新製品2023年12月4日発売の、新製品でございます。まあ、世界市場で見てもこの鉄筋結束機という品群はですね、まあ独占ですね。マックスさんが90何パーセントじゃないですか。はい。まあ多分ね、そういうシェアを持ってる、もう間違いないっしょっていう製品なんですけれども、まあちょっと間違ったら申し訳ないんですけど、まあこれが今、まあ Q って言い方でいいかな。まあタイワイヤって呼ばれる製品があって、これがね、確か6年前かなんかに特許が切れたんですよ。で、おそらくそのタイミングかなんかで、この世の中を独占していたタイワイヤっていう、この製品を捨てるってよくないですね。一回それ置いといて、ツインタイヤっていう、もう全く新しい、結束方法、要は消耗品も全部変更。要はフィニッシュからピンタッカーになったみたいなね。それ間違ってるかな。はい。その例えばちょっとよく違うんですけど。まあ、とにかく、そのタイワイヤっていう、ものすごく世の中でもうそれしかないぜっていうものをやめてって言い方をあえてします。やめて、ツインタイヤっていうものに切り替えたんですよね。いや、とんでもない大冒険したなと思ったんですけれども、まあ今、まあもう6年も経ちましたけれども、さすがマックス様ですね。世の中ほとんどツインタイヤになったと、もう言ってもいいんじゃないですかね。まあ、現実、うちでも、もうツインタイヤの玉しか売れないぐらいツインタイヤの、世の中になりました。ね、また、マサオが毒ついてんなと、いう話になりそうなんですけれども、まあ、その特許がね、切れたっていうタイミングで、まあ、某他社さんがね、出したじゃないですか。出したんだけど、まあ、最初こそその話題性でちょこちょこって売れましたけれども、まあ、なんだかんだ言って、皆さん、その買ったユーザーさんも、まあ、マックスさんを買い直すとか、そういった話になっていると思います。これ間違いないと思います。はい。じゃあ、ちょっとごめんなさい。簡単な説明をさせていただきましょう。ですね。まあ、その、要は特許が切れたっていう、これ、RB の品番もごめんなさいね。399A っていう、これ、タイワイヤって言われる、針金がこう、1本でカシャカシャンって締めるやつなんですけども、こいつがですね、その、1カシャカシャするのに 0.9 秒だったんですよ。それが、6年前の話します。RB440T っていう機械に大進化を、しまして 0.7 秒になりました。すごいだろうと、いう話だったんですけども、まあ、たかが、まあ、0.2 秒だと、思われそうなところなんですけれども、ちょっとね、これ結構劇的な進化でして、ちょっとそれ一回見せましょうか。はい、これまあね、いろんな太さのやつ締められるぜっていう、ちょっと、デモ台になるんですけれども、ちょっとこれで一回やってみますか。はい。これで、じゃあ行きます。これ、旧型の RB399A っていう、もう今はない機械なんですけど。0.9 秒かな?もっとな気がするな。はい。今のスピード分かりました?はい。このスピードに対して、じゃあその6年前、RB440T でーすって言って、超速くなったぜっていう、この機械、やらせていただきます。はい、しゃほらほら、どうだ、早いだろうっていうのが RB440T になります。で、かつこれ大進化を遂げた点がもう1点ありまして、こっちが旧型で締めた方、こっちがその4年前に進化した機械で締めた方なんですけれども、この耳と呼ばれるこの立ち上がり、これがですね、高かったんですよね。これがすごく低くなりました。昔の機械を持ってる人は、この立ち上がり、耳と呼ばれるものがすごく高いから、わざわざこうね、足で踏んで、現場を一周歩いてたっていうぐらいなんですけれども、まあ、新型になって、それがなくなったよね、とかっていう大進化を遂げました。ね、こんなに長く古い話をしてて申し訳ない。はい。というわけで、まあ、その6年前に発売したと、言いつつも、もうこの6年間、もうね、世の中抑えてきましたから、もうこれ以上進化しなくていいよねと。だって、独占だし、他に買うものないんだから、みんな440T買うんすよ。買うのに、なんで442を出したんだっていうのが、今の話。新型が出ました。はい。というわけでですね、まあ、なんで出したんだろうっていうディスりからの、
これの凄さをちょっと見ていただきたいんですけれども、結束時間がですね、0.7 秒から 0.5 秒ということで、またこれも、たかだか 0.2 秒なんですけれども、ちょっと見せましょうか。さ、じゃあ今一度、RB440T の6年前の方の機械からいきますよ。はい。ね、現場の職人さんもうちょっと早いと思うんですけど、じゃあ、いきます！ 0.5 秒！はい。どうだ！早いだろう！という形になっております。はい、ただスピードが速くなっただけではありません。他にも進化ポイントがございまして、ちょっと今使ってるワイヤーなんでね、ちょっとここが今、こう、ほぐれてて申し訳ないんですけども、玉をガチャコンってセットしたら、このちっちゃい入り口の中に、このね、ワイヤーを中に入れるんですよね。はい、ちょっと入れましょう。入れましょうってこうやって入れて、で、いいとこまで入れて、まあ、蓋をしたら、スタートできるんですけれども、このね、入れる加減がね、結構、ね、使ってる人だといいと思うんですけど、こう、わからなくないですか？皆さん、これ。こう、入れすぎちゃってもダメなん、まあ、入れすぎちゃったら、無駄が出るんですよ。まあ、ちょっとね、じゃあ仮に今入れると、この中でこう、針金がこう出てきてるのわかりますかね？これ多分入れすぎなんですけど、じゃあちょっと仮にこの状態で、いきましょうか。はい。じゃあ、これで、電源ピッ。電源ピッじゃない。電池が入ったんですね。電池入れて、ピッ。やると、今、スタートするからって言って、まあ、最初の初期位置にするために、カシャーンって切ったんですけど、いや、この分、無駄をしたんですよね。今、無駄しました。これで、ようやくスタートができるわけです。はい。じゃあ、新型。今まさに発売した新型なんですけども。じゃあ、何変わったかなって。まず、ここにですね、マガジンの中に黄色い、こう、ガイドみたいなのがつきましたね。元々の440はなかったんですけれども、これ黄色いガイドつきました。まあ、これによってですね、まあ、ワイヤー通りが良くなって、まあ、スピードアップした秘密らしいんですけれども、まあ、とにかくこの、最後のこの、針金の端っこですね。最後の端っこを、この外側を通してみましょう。はい。外側通しました。で、本来であれば、ド新品のワイヤーだったら、こう、くるくるくるってなってるんで、まあ、その、なってる手にしてください。で、途中で動いて危ねえなとかって思ってた人は、まあ、電池抜いたり電源切った状態で、今までタイワイヤーを、ツインタイヤか、ぶち込んでたと思うんですけれども、これに関してはですね、もう電池入れちゃっていいです。はい、電池入れた、はい、電源入れた、入れたら、新たに追加されたこのボタン押します。はい。なんだこれ。エラー音かと、思われそうなもんですが、この状態でですね、ここのワイヤーを、今まで通りこの穴にぶち込んでください。これね、初めてやる人はちょっとびっくりしますけど、いきますよ。いって入れてます。ブリブリって言った後に、ピラピラピラオンみたいな、なんかね、ファミコンのクリアした時の音みたいなの。ちょっともう一回やってみましょうか。もう一回。お尻のボタンを押す。はい。はい。いつでもおいでーってことですね。いつでもおいでーなんで、入れます。はい。こんな感じ。で、セット完了という形になりますんで、これで締めます。まあ、何が起きたかって言ったら、これがですね、ワイヤー装填アシストってやつなんですけれども、今までは針金を、どこかなどこかなってどれぐらい入れればいいんだろうって分かんなかったものをここまでスッて刺すと中で自動的にギュギュッてこういいとこまで入れてくれる。最初のカシャカシャンって言って捨ててた針金分が無駄じゃなくなるようになったんですね。で、あとは今まで通りに使用していただければ良くなったという形になります。はい、次、これはね、その、なんですかね、つけなくてもよかったんじゃねって思ったんですけれども、ここはマックスさんの親切設計でして、今自動で、クシュクシュンってこうね、その、装填アシストで入れたんですけれども、装填アシスト嫌だって人が、まあ一部いるかもしれないじゃないですか。その時は、この、お尻のこのボタンを押さないで、今まで通りここで、こう、うまいこと入れて、装填することもできるという形になってますんで。だから、44に、
新型と440旧型両方持ってるよって言って、どっちがどっちだっけとかって分かんなくなる人もいるかもしれないんで、じゃあ全部このね昔のやり方で統一しようぜみたいなこともできますんで、まあ新しいやり方だけじゃなくて古いやり方も残してあるよっていう形になります。はい、それでいろいろな歌い文句がある中で、特にもう使っていただいた職人さんが、恩恵があると言ったのがカタログにもね小さく記載されているんですけれども、この引き代の短さになります。今これが旧型 RB440 で、はい、で新型が、はい、この差ですね。だ おそらくメーカーさんも、まあ、言われたからつけたんでしょうけれども、まあ、そんなに、まあね、やっぱ使ってない人からすると、まあ、この差って別にこう、大したことないのかなって思われがちなんですけれども、やっぱね、使ってる人からすると、もう何百回もぐわーってこう巻いてくんで、まあ、そういう時にもう全然疲れないよという声があったそうです。はい、あとは結構ありがたポイントでして、旧型、フック、別売りだったんですけれども、新型はフックが標準装備となりました。まあ、残念ながらですね、定価はがっつり上がってます。定価がっつり上がってますね。まあ、他社さんみたいにね、ただ値上げしますとかっていうとね、まあ、ちょっと残念ポイントが、大きく聞こえてしまうと思いますので、まあ、新型発売という歌い方をして、まあ、値上げしたのかなという形となっております。はい、あとですね、結束の力とか、対応している太さとか縛れる本数とか、まあ、そういったものは 440T と変更なしという形になってます。まあ、とにかくスピードが上がったぜっていう話ですね。あともう一個あったわ。これ別にね大した歌い文句じゃなかったらごめんなさい。旧型スイッチオン、新型、はい、起動スピードが超速くなりました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。選択肢がね、この442しかなくなるんで、まあ、皆さん黙ってこれ買うんですけれども、はい、というわけで、いかがだったでしょうか。ね、まあ、選択肢がこの442しかないから、まあ、これをね、皆さん買うんだけど、ちょっとね、愚痴みたいなということで、すいませんね。この機械、14.4V 専用機なんですよ。そのね、マックスさんは、この世の中が、まあ、他社さんがね、他社さんが 18V にこう移行し始めた時代があったじゃないですか。であの頃に、まあ、ようやっとね、14.4V シリーズっていうのがマックスさんもある程度固まってたんで、いやいや、うちは 14.4 でずっと行きますよと、結構ね、かたくなに言ってたんですよ。だからあの頃のマックスさんのインパクト持ってる人いますよね。まあ、今じゃもうね、長年経ったんで、持ってた人なのかもしれないんですけれども、とにかくね、14.4V の MAX のインパクトドライバーは、ものすごく良かった。多分ね、あのインパクトを買った人の、良かったって思ってる点は、いろんな金物屋さんで、水槽の中にインパクトドライバー沈めて、わーって回してるの見たことないですか？だものすごくマックスさんは、まあ、そんなね保証するわけじゃないんだよ。保証するわけじゃないんだけど、マックスさんはこうね、外で現場する人のために水の中で OK です。OK です。うん、まあ、ごめんなさい。OK ですみたいな言い方をしてたの。あとはね、あの頃に出してた現場ラジオ持ってたでしょあれ。マックスオーディオでしたっけ、はい、とかって、まあ、そのマックスとマックスで関係ないんだけど、そのマックスオーディオっていうなんかとんでもねえ基盤だかシステムがあって、それをぶち込んだ当時、その牧田さんの現場ラジオっていうのがすっげえ売れてたのに、それに負けないぐらいの、売れ行き、まあ、音質なんかとんでもなく良くて、まあ、そのマックスの 14.4 専用のラジオっていうのがね超売れたんですよ。だからその牧田さんが 18V 工具っていうのがその今、ね、今でもまあ大復旧してますけれども、ね、大復旧してるっていうあの時代に、いやいや、うちは 14.4 でいきますって言ってたのに、マックスさん、なんで 18V に移行しちゃったんだろうかと、ずっと思ってるんですけれども、まあね、多分165の、まあ、丸の子をね、始めた頃に、まあ多分 14.4V で165の丸の子なんかきついんですよ。だからまあそれでね、18行くしかなかったのかなとかって思うんですけれども、まあ、その名作続きだった、
ね、14.4 ボルトシリーズっていうのがありますけれども、あのシリーズに18の電池が刺さらんのですよ。当たり前なんですけど、だから僕はね、いまだにマックス様に18は求めてなかったんだけどなとかって思うんですけども、正直ね、あの多分僕が言っちゃまずいセリフなんですよね、販売店で、まあ、こういう立場で言っちゃいけないんですけれども、これはね、過去の話をしたってしょうがないんですね。よくないんだけど、今なんでこんな話をしてるかっていうと、この新型の RB442T に18をさせるようにしといてくれたらもっと良かったんじゃないかなっていう話。今多分この結束キー持ってるユーザーさんっていうのは多分 14.4 ボルトの MAX さんの工具なんで、結束キーのためだけに 14.4 ボルト電池を持ってるんじゃないかと思います。じゃあインパクトだなんとかだっていう他の工具は、あの、まあ、マキタさんとかね、廃工機さんとか別の工具を揃えて、結束機のためだけにこれを持ってるのかなって思ってるんですけど、合ってますかね。なんですけど、この機械にいいですよ、中は別に 14.4 で駆動してていいんです。なんだけど18をさせるようにだけしといてくれたら、マックスさんのディスクグラインダー買おうかな、マックスさんのインパクトドライバー買おうかなって人が少しでも増えるんじゃないかなと思うんだけれども、まあ、それはね、勝手に僕が思ってるだけなので、まあ、ちょっとこうやってね、喋ることによって、もしかしたら、この結束機ユーザーがね、見てくれてると思いますんで、そうだそうだっていうのか、いや、結束機だけでしょっていうのかね、まあ、それをちょっとコメントもらおうかなと思って、こんな喋りをしてみました。はい、というわけで、ね、商品の説明よりも、愚痴が長かったですけれども、いかがだったでしょうか。はい、以上、ヒデさんの動画でした。お付き合い。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。